浅野総一郎の邸宅春閣浅野財閥は、浅野総一郎が設立した財閥である、15大財閥の一つに数えられる。左に浅野セメントの社長、浅野総一郎が、コークス販売で成功を収めたのをきっかけとして、渋沢栄一の渋沢財閥の支援のもと、大規模化していった。百八十四年、官営工場である、深川セメント製造所の払い下げを受けて、 朝のセメントを創立。以後、同社を中核企業として発展した。第五銀行を買収し、日本中野銀行と解消した銀行を経営していたが、業績不振に陥り、安田財閥に売却したため参加に銀行を有していなかった。このため、朝の総一郎と同郷である、安田善次郎を率いる安田財閥との強いつながりが生まれ、 同財閥の産業部門的な性格を有していた。徳富祖法はこの関係を浅野はエンジン、安田は石炭と例えた。浅野財閥は安田財閥からの資本に依存していたが、安田財閥が資金を出したのは浅野総一郎や一族の経営能力を高く評価したからである。安田財閥からの支援によって1896年に 1908年には、鶴見埋め立て組合を設立し、1913年から横浜市鶴見地区の埋め立てを開始した。埋め立て地には原材料運搬等に供することを目的に、鶴見臨港鉄道を開通させ、朝のセメントのほか、総一郎の女性である白石元次郎が設立した日本交換、創業者一族が、総一郎夫人の登園でお聞き渡太郎の死後に、 総一郎が経営を引き取った沖電機、三菱財閥の朝日ガラスなどが立地景品工業地帯として発展した。第一次世界大戦による後継期から1920年の大恐慌までの5年間に20以上の新会社を設立して、瞬く間に巨大になった。1918年8月、浅野総一郎により、一族の投資による証券保有会社、 朝の同族株式会社が設立され財閥化した。その後は、反動強行、震災強行、金融強行、昭和強行が連続して、朝の財閥は苦境に陥ったが、安田財閥の支援によって、倒産を免れた。1928年には、直系企業の払い込み資本金額では、三井財閥、三菱財閥、安田財閥、 住友財閥に次いで5位の財閥で、直系企業、直系企業司会者、傍計企業の払い込み資本金額の合計では、住友財閥より上位の4位の財閥だった。1931年の満州事変と、金融出最近史以降、日本経済は回復し、朝野財閥も業績が改善する。朝野同族株式会社は、1944年6月に、 株式会社、浅野本社に社名を変更した。中央に、浅野造船所の社長戦後の連合国軍、最高司令官総司令部による財閥解体で、1947年3月に、三井、岩崎、住友、安田、中島、浅野、大倉、小賀、野村、相川の10財閥の56家族が、資産凍結と持ち株の提出を命令され、また、 財閥系企業の役職を辞任させられた。ここに、浅野財閥は解体された。参加の企業は、戦後、旧安田財閥の富士銀行をメインバンクとした。また同行が温度をとって、社長会である、扶養会を結成すると、日本セメント、昭和海運、日本交換、沖電機工業は、メンバーとして、名を連ねた。浅野財閥は銀行を持たないので、 た財閥などと共同で会社を設立して資本を得て、その会社の経営を浅野一族が司り、参加会社はそれぞれ証券保有会社を持ち、これを通した資本投下と浅野自身の資本を合わせて孫会社の支配を行うという方法で、少学資本にもかかわらず非常に多数の会社を支配した。それゆえ、浅野一族は、 各人が2ダースから3ダースの会社の重役を兼務していた。その主な共同出資者は、安田財閥、渋沢財閥、大川平三郎、田中江八郎、徳川や、小高方策である。それでも資金が足りないので、安田財閥の安田銀行を筆頭に、渋沢財閥の第一銀行や、日本工業銀行、台湾銀行などから融資を受けて、財閥を運営した。 朝の財閥は、清少や、鉱山業から発生したのではない点でも、また自らの事業から、他社、他財閥を排除しない点でも、例外的な財閥だった。朝の財閥の企業は、戦前から、朝野を社名に使わない企業が多く、マークも各社で異なり、統一されていなかった。そのせいで知名度が低い。朝の財閥では、投資による支配、重役を送り込む支配、 直接支配、間接支配など複雑多様な支配形態があり、その上、大会社が比較的少なく群賞会社が特に多いので、すべての会社を把握することが困難である。資本金は別にして、直系会社の数では、三井、三菱、安田などの財閥をしのぐ。昭和18年時点で、直系、冒険会社は94社、交渉資本金7億円。 財閥本社証券保有会社セメント関連セメントは歴史の古さでも規模でも投資額でも朝野財閥の中心である。北は北海道から南は台湾まで日本全国に朝野財閥のセメント工場が散在し日本のセメント生産工の半分以上を占めると言われた造船製鉄金属満州事変以降の軍事景気により製鉄業造船業が 拡大躍進し、セメントに代わり、朝野財閥の花形となった。消費者爆薬埋め立て、畜生埋め立て畜生事業は、朝野財閥の先輩特許のようなもので、他の追随を許さない。不動産海運、朝野財閥は、古くから海運業に携わり、第一次世界大戦の頃は、東洋規制が成功して、セメントに次ぐ事業になったが、戦後の大正十五年に経営悪化で、 日本郵船に身売りしてからは見るべきものがない。炭鉱、鉱山鉄道、バスタクシー、運送業、浅野財閥の鉄道事業はセメント原料運搬の必要から経営することになったものが多い。銀行浅野財閥は一時は銀行経営にも手を出したが失敗したため産業財閥に止まる。電気、電力林業、製材紙ガスコークス石油、浅野総一郎は 早い時期から石油に関わり、最初の朝の石油部は成功したが、その後の会社は失敗に終わった。用業その他、ありがとうございます。